こんにちは、バーテンダーの直樹です。今日は1990年代バーボンウイスキーメーカーズマークゴールドトップ、この子紹介したいと思います。この子、口に含んだ瞬間にプリンのような甘さがふわっときて、その後チョコレートのような濃厚な甘さが口の中に残ります。ストレートでももちろん美味しいですが、ちょっとサラッとしますけれども、甘さをグッと押し上げてくれる氷少なめのロック、個人的にはおすすめです。ラベルの文字が黒いゴールドトップもあるのですが、一緒に飲み比べてみたところ、中身は同じはずなのですが、黒い文字の方がかなりまろやかさが劣っていました。これは個体差なのでしょうか。この子はもともとケンタッキー州限定で売られていた子ですが、1995年前後に収売になり輸出専用となりました。日本では2000年ぐらいに収売になっています。この子は 50.5 度ありますが、単純にスタンダードのレッドトップのハイプルーフ版と考えていただいて大丈夫です。よくレッドトップと中身が同じという方もいらっしゃいますが、あながち間違いではありません。基本のジュースは一緒なんです。たまに、なんでメーカーズマークはバーボンウイスキーなのにウイスキーのスペルに E が入ってないのと聞かれるのですが、これはメーカーズマークを作り上げたサミュレーズ家の6代目ビル・サミュレーズシニアさん、この方がアイルランド系の移民の方だったからです。この子もまだバーで出会える可能性が結構高い子なので、見かけたら迷わずぜひ飲んでみてください。それでは今日は1990年代バーボンウイスキーメーカーズマークゴールドトップ飲んでみたいと思います。まずは香り。プリン、お菓子屋さん、チョコレート、まず度数は感じるけど滑らか。そして味、うまっ。この子は大戸のお菓子屋さんで働く着物を座った女の子。見た目はちょっとぽっちゃりで優しく可愛らしい系なんだけども、実は戦士系の冒険者、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、メーカーズマークゴールドトップ、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。